立憲、枝野氏。新型肺炎で政府に注文。災害級の対応を、ガネットではない。内容はこちら。立憲、枝野氏が新型肺炎で政府に注文したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。立憲民主党の枝野幸男代表は、了解。肺炎を引き起こす新型コロナウイルス対策に関し、大規模自然災害が発生した場合と同様の体制を取るべきだと政府に注文した。千葉市での会合で、厚生労働省は頑張っているが、そんなに人がいない。一つの災害で内閣府防災担当部局の能力や省庁横断的にマネジメントをする力を使わなければならない、と述べた。中国、武漢からの帰国者やクルーズ船の乗客乗員が隔離されている現状を、避難所の状況と類似している、と指摘した。首相官邸は問題を軽く見すぎているのではないか、とも批判した。せっかくのご指摘なんですが、残念ながら、今頃、って感じです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。何週遅れだよわら、直ちに影響はないんじゃないの。ほんと、何週遅れだよ、ですよね。野党が桜を追求している間に、状況は悪化の一途をたどってます。今更ですよ。次はこちら。いいからお前らは桜をやってろ。でも、桜を見る会や東京同ヒアリングはやめません。多くの日本国民は、新型コロナで大変な時に桜ばかりで時間を潰した野党に怒り心頭です。次はこちら。原発の時の対応を国民は忘れていない。フルアーマーで叫べよ。フルアーマー。忘れもしません。最後はこちら。必死に頑張ってる政府に上から目線で無責任に注文をつけるだけの簡単なお仕事です。こういうのをやってる感を出すっていうんだよな。なんか韓国問題の時も時間差で口を出してきてましたよね。またやってる感を出してるんですか？結論。日本でも新型コロナ感染者が日々増えていく中で、未だに桜ばかりを追求し続けてきた立憲民主党。災害級の対応を、と本気で思っているのなら、桜なんか一旦やめて、与野党一丸となって、新型コロナ対策に当たってください。もしそれがただのアピールだとしたら、口を出さないでください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。